いや本当に皆さんの前で披露するのも初めてのプログラムですし、まあ、僕自身今シーズン初めての試合ということもあって、まあ、緊張はしたんですけど、パーフェクトではないと思いますけど、でも気持ちを込めて滑ることができました。それはやっぱり皆さんの、期待だとか応援の力というものを日々感じていますし、まだショートは通過点に過ぎないので、またフリーに向けて皆さんのお力をよろしくお願いします。クリスマスイブクリスマスということを完全に忘れるぐらい集中できました。また皆さんもどうか、祈りだったり応援の力を僕にサンタさんとしてくだされば嬉しいです。フリーも頑張ります。よろしくお願いします。クリスマス。